聖剣伝説3トライアルズオブマナ。多謝大家收睇，加上你哋嘅回归，终于都嚟到咧去打暗之神兽嘅时候啦。而家咧，暗之神兽系位于琉璃沙漠里面，因为而家行紧嘅咧系龙帝路线嚟。闇の神獣の居場所が分かってよかったわね。奇妙なところだったが、ペダンに来てよかったな。さあ、次が最後の一体だ。ガラスの砂漠に行くぞ。ここがペダンの学者さんが言ってたガラスの砂漠ね。アンジェラ、早く闇のマナストーンを見つけるぞ。さっさと神獣を倒してグレンの魔導士と決着をつけてやる。ええ、力を合わせればきっと勝てるわ。ギュランのこと頼りにしてるからね。嚟到呢一个暗之神兽迷宫咧，敌人当然有咁翻上下实力嘅，尤其是呢个守卫机器人啦，有甲嘅喺度爆佢甲先，然之后再用魔法撕裂佢，用雷霆风暴又好啦，总之系针对弱点嚟攻击就啱噶啦。喺呢片琉璃沙漠咧，以流沙咧有快同慢之分嘅。如果慢嘅话咧，突破上嚟都还可以嘅。但如果快嘅话咧，几乎系前进唔到嘅。所以咧要留意清楚，细心观察一下流沙嘅快慢咧，先知道咧应该行边一条路先至正確嘅。虽然呢个宝箱咧系个好急速嘅流沙隔住咧，不过咧就系跳在呢个回避咧就过到嘅。不过打横打咧都要注意一下流沙嘅走动啦，因为流沙咧系可以影响到你走位嘅。机会难得，一月就试下呢十倍速啦。经我多番调整之下咧，我咏唱魔法嘅时候咧系冇咁容易咧俾人打断嘅，所以咧一开波咧就用远古秘法咧炮制佢哋先。嚟到尾段咧，会见到好多红色嘅水晶，一俾佢吉到嘅话咧，就会受伤嘅。所以打横打咧都要注意安全。見て、あれは闇のマナストーン。待ってよ、なんでこんなところに。こんなところに闇の神獣がいるなんて。
あんたに世界を滅ぼさせたりしないわよ。覚悟なさい。既然你暗之神兽啦，弱点当然系圣啦，所以咧就群用神圣魔法对付佢嘅。今次咧试下玩新嘢，我就俾 Angela 装上呢个玛拿嘅奇迹嘅系道具零消耗啊，今次，然后再装上呢个威斯普像。由于 Angela 咧目前净系识得圣光球嘅啫，所以咧就用呢个威斯普像，好似圣光速啊，系咪啊？就俾 Angela 尽情施用呢个威斯普像啦，对付呢个暗之神兽啊，有三个头咁多。系咯，既然三个头出晒嚟啦，就要俾鹰眼咧用忍术降低晒大家啲能力。哇，原来我哋嘅能力都降低晒嘅，你降我又降。出邪恶魂飞嘅时候可以用呢个远古秘法嘅，喺安全嘅地方之下。系咯，睇你款都用再生啦，之后再准备穿越地狱十二星啦。随时准备就绪啊，即管放马过嚟啦。虽然有啲雀仔咧有搅局嘅，但系都会阻到我哋嘅决心嘅。睇下，用连续技打爆佢哋，瞄准发射，热能射击，啱啱好啊，仲有一发。失われたはずの闇のマナストーンが現れたから聖域への扉が開いたのね。あ、しまった！これは罠よ！敵は私たちに神獣を倒させてその力を吸収してたんだ。もう8体とも倒してしまったから敵は神獣の最終形態の力を手に入れたことになる。うっそ、どうして？それじゃあ私たちみすみす敵を強くしてしまったの？やだ、今さら戻れないし。こうなったらやけよ、行きましょう。到最后啊，神兽嘅力量咧，将会俾龙帝吸收晒噶啦，系。不过呢，无可避免一件事嚟嘅，我哋到最后咧，都要消灭神兽至得嘅。唯一可以做嘅咧，就系冲入敌人嘅大本营龙之长廊，消灭嗰红莲魔道士以及嗰个龙帝啦。由呢个金之女神像啦，距离嗰个大佬咧仲有一段距离嘅，做好心理准备未啊？
宮廷の住処、ドラゴンズホール。お母さん、待っててね。必ず助け出すわ。サンダーストーム。呢度有名你叫咧龙之长廊啦，所以呢啲敌人咧大部分都系以龙为主嘅。之后都有唔少红莲魔道士旗下嘅魔道士作为呢个敌人，用普通攻击点就搞掂噶啦。你睇下啲魔道士防御力不知几低啊，用年纪搞掂佢啦。よく来たな。だが、ここから先には進ません。デュランよ、もう諦めろ。ついに竜帝様は絶大なる力を手に入れた。とてもお前たちのかなう相手ではない。冗談じゃねえ。大体お前何者だ。気安く人の名前呼び捨てにしてんじゃねえ。竜帝がどんな奴だろうと。俺にとっては親父の仇、必ず倒せ。まだ分からんのか、デュランよ。私はお前の父、ロキだ。な、何言ってんだよ。そんなわけあるか。俺の親父は竜帝と差し違えて。そして底知れぬ穴に竜帝と共に落ちて死んだ。だが竜帝様のお力によりこうして蘇った。竜帝様より闇の力をいただき、今は竜帝様のために働いておるのだ。デュラン、私の息子よ、こっちへおいで。会いたかったよ。そう。デュラン、言っちゃダメ。騙したな。騙してなどいない。お前が闇の力を得るために魂を抜き出そうとしただけだ。さあデュラン、私と一緒に来い。やっぱり親父は死んだんだ。あの強くて優しかった俺の父親、黄金の騎士のロキじゃない。残念だよデュラン。でお前たちにはここで死んでもらおう。ちくしょう。なんでだよ。唉，真系家门不幸啊！杜兰始终都要同佢爸爸黄金骑士洛基对决啦，系应该系黑曜骑士先至啱啊，因为咧佢已经领受龙帝黑暗力量。谂深一层咧，佢弱点都唔少噶，尤其是风属性啦，所以咧就针对风属性嘅弱点攻击佢嘅雷霆武器啊，同埋雷神啦、啊，当然唔少都系雷霆风暴啦，所以咧今次咧他又用几耐时间撕裂佢。系啦，趁佢耍剑嘅时候用远古秘法对付佢，敌人只得一个。其实佢妲己中意用瞬间转移嘅，所以咧趁佢耍剑嘅时候用远古秘法就啱噶啦。因为咧佢会一路耍剑一路瞬间转移啦啩。哇，乜咁激我啊？破绽正我喎，睇下。冇紧噶啦。唉，安息啊你。You see?运用风属性攻击对付佢咧，都差唔多用一分钟时间搞掂。
デュラン。我が息子よ。父さん。デュラン、強くなったな。竜帝に呪いをかけられ、暗黒に染まってしまった私の魂を解放してくれてありがとう。竜帝の闇の力は絶大だ。気をつけるのだぞ。さあ、私はもう行かなければ。デュランよ、剣の道は険しいが、くじけるな。剣は心を映す鏡。どんな時も決して自分を見失わず、心を静かに保てよ。父さん、待ってくれ。父さん、俺は竜帝を絶対許さねえ。父さんをこんなにしやがって。紅蓮の魔導士も竜帝も必ず倒す。父さん、天国で母さんと見ててくれよ。さあ、行こう。虽然龙帝同呢个黄金骑士一齐同归于尽嘅，不过龙帝嘅黑暗力量咧，嚟到黄金骑士得以重生，而沦为呢个黑曜骑士嘅。咁黑曜骑士洛基咧，就为咗贯彻骑士道精神啊，同埋报恩咧，不得不去服侍龙帝嘅。呢只叫做鱼鬃啦，唯一解救佢嘅方法咧，就系将佢打倒。不过唔紧要嘅，喺不久将来会再见到佢嘅。等死转啦，调查完嗰个邪神像之后咧，会提示你有三大怪物嘅，系消灭晒佢哋之后咧，嗰个正门就会打开。冇错啦，一嚟到敌人嘅本据地咧，就要打啲中 boss 噶啦，三个中 boss 添。至于呢个龙之回廊咧，都冇乜特别嘅难题嘅，只不过敌人咧比较劲啲咁解啫嘛。咁黑暗城堡咧就有机关啦，另外嗰个幻影宫殿咧就注重难题咁样啦，但系都唔难破解嘅。嚟到呢一度就主要靠呢个超强嘅必杀技啊，或者魔法嚟食糊啦。我想问咧，有咩大佬咧系弱得过呢个海甲巨蟹呢？本来我系可以用呢个暗黑系魔法咧嚟炮制你嘅，不过唔紧要，试下第二啲魔法嚟对付你啦。结果你都系一样噶啦。よしよしない。
间啱啱好啊！听晒成首歌之后咧，就打到你盲眼啊！好啦，就等佢见识一下啦，我用几耐时间搞掂你啦，尽情用土属性攻击对付佢。犀利，一分钟都唔使就搞掂咗你，你连超必杀技超音速猛走都出唔到，真系阴公猪啦！実はドワーフのトンネルにいたモンスターか。やれやれ、敵さんも必死だな。それにしても次から次へと鬱陶しいわね。今回私たちが勝ったら二度と復活しないでよね。系咯，呢只大佬攻击咧比较易避啲嘅，系尽情用呢个风暴神攻击对付佢啦。哇，扣一半话咁快。
進。系喎，你连大地震都冇出，系咪好遗憾咧？不过呢就你命运嚟噶啦，算啦你。系啦，打败晒三隻中 boss 咧，嗰个正门已经开启咗啦，所以系时候继续前进啦。基本上玩得几口可言嘅系，喺精力充沛嘅状态之下咧，用呢个远古秘法啦，因为有时会俾人打嘅。都系呢一句啦。等啲有教嘅敌人咧聚埋一齐嘅时候咧，用必杀技对付佢哋，咁有效率啲。とうとうここまで来たか。だがもう手遅れだ。竜帝様は貴様らのおかげで八神獣すべての力を身につけ、神獣の最終形態へとトランスフォームされる。たとえ相手がどうなろうと知るか、俺はお前らを許さねえ。俺が叩き切ってやる。ねえ、お母様お返しなさいよ。そうはいかん。じきに竜帝様のトランスフォームが終わる。断りの女王は生まれ変わった竜帝様への生贄として捧げねばならんのでね。そんなことさせない。相変わらず口だけは達者だな。まあいい、全ては終わった。無駄なあがきはやめて、そこで果てるがいい。さらばだ。同年魔道士走咗之后咧，换嚟嘅一连串嘅迷你龙嘅来袭，都系呢一句咧，我哋人强马壮，冇可能会输嘅。情况许可嘅话咧，可以试下用必杀技嘅，不过唔会一次过出晒，如果唔系嘅话，想出都冇得出嘅。系咯，头先嗰啲龙咧，主要袭击啲男士嘅，因为用咗隐物啊。咁我真系专心咏唱啊！系，就算系俾人打到，我都冇咁容易被打断嘅啲咏唱，强啊！強くなっている。采用呢一嚿浮游石之后咧，差唔多嚟到皇宫嗰边噶咯。红莲魔道士以及嗰个龙帝咧，喺皇宫个尽头等紧我哋嘅。当然敌人都会迎阵以待噶啦，唔好向佢哋影低威啊！如果你哋真系觉得我哋人强马壮嘅话咧，记得俾个 like、comment、subscribe 同埋 share 啊！下一集就系正片嘅最后一集嚟噶啦，不妨广传出去为我哋打气啊！因为即将要肩负住拯救世界嘅重任啊！你哋嘅支持都好重要嘅，多谢。